おはようございます。釣り子 TV です。今日はね、ちょっと手持ちの結構レアなルアーね、これを紹介しようかななんて思うんですけど、見てください、これね、まんま魚でしょう。実はね、これあのフレッシュベイトルアーズの、ルアーなんですね。これね、一つ持っていて、フレッシュベイトルアーズというと、魚の皮ですね。これをきれいに、まあ、例えばジョインテッドクローですとか、例えばダヴィンチとか、はたまたね、各種ミノーとかね、トップウォーターとか、そういったのにきれいにね、いろいろな魚の皮を貼って、ね、それで買うことができるっていうね、もう最近結構ルアーマガジンのとかいろいろなところでね、メディアにも露出してきているので、ご存知の方も多いんではないかなと思うんですけども、そのフレッシュベイトルアーズのこれはね、もう一からね、削り出してそれに魚の皮を貼ってっていうことで作られたね、すごいレアなルアーなんですよね。まあ、ひょんなことからね、一つ手に入れて、でタイミングでね、お守り的に針をつけないでボックスの中では入れてるんですけども、これはっていうタイミングでね、こういう感じでフックをつけてね、投入してみてるんです。で今回ね、実はね、シーバス行ってちょっとね、タイミングが悪くて、もうほんとなかなか釣れないね。友達はね、横でアシュラとかでもうボコボコにね、釣り上げていくわけなんですが、あ、これはまずいな、自分だけ坊主になるなっていうね、そんな状況でね、これを入れてみたところ、なかなかね、おお、やっぱすげえなっていう感じだった。まずはね、こちらをご覧ください。おっしゃ、おお、ほほほ、下から湧いてきた。元気、ありがとうさん。よいしょ。はい、フレッシュベイトルアーズに福子くんね、リアルシェイプでがっぷり丸飲み。というわけでね、まあこれですからね、釣れちゃいますね。動き的にはね、ちょっと動画映りづらかったかなかと思うんですけども、こうピラ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 ってですね、すごい小気味よくね、ピリピリピリふわー、ピリピリふわー、そんな感じの動きなんですね。でそれでグリグリ巻き止め、グリグリ巻き止めメソッドで狙ったところ、たまらず下からね、シーバスが湧いてきてバイトっていうね、こういう流れだったんですけどもね、こんな感じのね、本当どうしようって困った時にね、もうまんま魚、こういうねルアーね、投入してみるとね、おーっていう感じになりますので、フレッシュベイトルアーズで検索するとですね、各種こう SNS とか、ウェブの販売ページとかね、あとはね、アパレル展開されてるバスマニアさんのホームページとかでもよくコラボレーションしてね、魚の皮張ったチューニングのね、スーパールアーね、販売してたりしますので、そんな感じで調べていくとですね、見つけられるんではないかなと思うんですけども、ぜひですね、検索してみてください。というわけで、本日の釣り子 TV はこちら、ね、魚の皮を張ったですね、超レアルアー、ね、フレッシュベイトルアーズのオリジナルルアーで、ナイスなシーバスが釣れたよって、こういった、動画でした。はい、釣り子 TV でした。